っしゃー、だったー、オグペ神、神、オグペ神だ、すげえ、すげえ、でかい、でかいぞー、やばい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 、すごい元気だよ、マジで、オグペ神すぎる、オグペン神、おお、いい曲がり、いい曲がり、反対かしでもいいです、どっちでもいいです、だから、ね、取りやすい方でいいです、いやいやいや、もうね、めっちゃ元気、そもそもあ、でかい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 、70ぐらい長いっすよ、すげえ、俺はさ、ガチの色じゃないですか、なんかいつの間にかガチをつけちゃいました、ガチからにオグペン神、オグラさん動画撮ってるの、よっしゃー、あ、やばいやばい、オグラさん動画撮ってる、やったー、イエーイ、イエーイ、神神、おー、でかーい、はい、やったねー、やった、でかブラッシュボーン、イエーイ、最高じゃないか、さあ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 、お、いいね、最高最高、いいね、最高最高、潮止まりパターンだ、よっしゃ、今誰も投げてない、やっぱ激しめアクションがいいんですか、ポーズってほどのポーズじゃないんですけど、一瞬抜き入れる感じの、了解です、血が流れればいいんですよね、まあ、ジャバッとジャバッと、いろいろ持っていくと、これは多分ルアーチェンジとかするような蹴りじゃないと思う。もうくっつけたまま投げ続ける感じだと思う。そうそう。だとしたら4本だけ持っていったんですよ、その人。ああ、そうなんですか。もう他のは持っていかなかったって言って。そういう感じだと思うんだよ。あとは場所移動だけをするっていう感じ。おっしゃ、おー、あー、やべ、合わしちゃった。はい、合わしちゃった。ああ。はい、合わしちゃった。はい、おかわりー。俺のルアーしか見てない。合わせちゃった。ああ！合わせた。最近投げてなかったから。そうですね。絶対ダメだー。なんか一瞬つって針に乗っちゃったんですよね今。うん、言い訳。合わせちゃダメなんだよな。マスキー来た。右回りオーバーがいいです。右回りオーバー。シーバスはもう研究した結果、右回りオーバーがいいです。あ、ほんと？はい、マジでこれがいいです。多分、左じゃダメだ。昨日も、はい。1分をやってました。もうずっと。あ、ぐずっと。シーバス。パッコン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 。うん。あ、なるほど。食わせらんなかったです。その状態だとほんと船使えますもんね。船のシェードが使えるから。続くんで。下手なんだよな、いや、もう。スーパー鳥山全面360度ボイルになってきた。よっしゃ、取った、取った、やったー、オグペン神、オグペン神すごいな、やったー、やーやーやー、うほほい、うほほい、おほーい、ほいおー、オグペンすげえな、オグペンすごい、神、神すぎる、でかい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 、おー、きゃー、神ですね、ほんと神、何このサイズ、いきなり、いやー、やばくない、こんななんすね、うわー、ナイスコンディションじゃないですか、これブラッシュボーン、ほんとなんか釣れるとでかいんで、ちょっと今焦ってるんですけど、やばいやばい、まだ朝スタートしてすぐですけど、やっと釣り子さんが目覚めました、ありがとうございます、降臨です、ありがとうございます、あ、いいっすね、朝日とともに、うん、朝日とともに、イエイイエイ、オグペン神、マジで3羽自分で作った
ビッグペンシルロットで、うまいこと乗ってくれました。イエイ、上げときましょう。上げときますか。イエーイ、重いですね。これはすごいでかい。カッパが汚い。思いっきり逆行。ブラッシュボー朝一フィッシュはダダダダダー。81、2、82。まあ、ランカーはありということで。すげえな。じゃあ、ブラッシュボーンはランカー捨てたから、違う色にしようかな。釣りコースペシャル、そろそろ、デイタイムスペシャルつけちゃっていいですか？あ、もうとっくにつけてますよ。これをつけると、俺は戦闘力が5倍強上がります。130かなんかだったと。うん、だからオグペって本当ランカー誘い出しのデカさの中で一番楽ちんな、なんか投げやすいし一日やっても疲れないし、結構メガドックだとやっぱり乳酸溜まるんですよね、俺も。うん、釣りたい。さっきの流れだと中2人を追い抜いてこの後俺にバイトが出てくれる、その流れのはずなんで、ちょっとガチで狙います。すげえなー、今のバイトすごいなー、かっこいいなー。いるんだよ、いるんだよ。いましたねー、ほんとすごいバイトだった。おっしゃー、小倉さん、オグペカビー、イエーイ、すごいすごい、ゾウ入った、ゾウ入った、すげえ、すごい、うお、でかい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 、カメラカメラ、はいはい、皆さんこんにちは、じゃじゃじゃーん、出たー、このボラいただきました、イエイエーイ、まあ、許して、おいしい、イエーイ、ピチ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 、イエーイ、すよかった、すごいの見れた。このボラ変えてすぐでしたね、比較的。あれ、俺釣り子スペシャルがこのボラに当たるぐらいの、このボラ持ってないからどうやって呼吸する。いや、だから呼吸できてないですよ、朝から俺生きた心地してないですもん。このボラを通して呼吸してるから。もう生きた心地してないですよ。よっしゃー、オグペカビ、すごいすごいすごい。警戒じゃない、警戒。よっしゃー、おー、見てください。ちょっと待って、見れない。見てください。エラーライン見ましたか。うわー、またかけてるこの人。赤レンジャー。でかっ、ハモニカ食い、おー、ハモニカ、おー、結構いいいいサイズ。竿が曲がるからバレない、バレない、うん、おー、ギュン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 だね、おー、でかい、またでかい、うわ、でかい、やっちゃったー、またやっちゃった、これはいったんじゃないですか、これまたやっちゃった、あれ、これいっちゃった、いっちゃったんじゃない、本日2本目、おー、やっぱね、このボラにすると大きいの来ると思う、おー、うん、やばい、今日確信した、やってなかった、なんてことでしょう、曲がってなかった、すいません、すいません、もう一回、はい、どうぞ、じゃーん、でかい、来ましたよ、もう重い、限界です、いや、マグナムシューターのいい曲がり見させていただきました、ありがとうございます、もうね、
絶対バレない。ラスト。このボラカビーすげえ。やったー。もうこれが怖いんで。いった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 。あ、七ほら。え、七。ほらほらほら。七五。今本当ね七六だね。こっちはみ出てる1センチ。すごい太い。太い。出す。ありがとうございました。はい、リリースします。ごめんね、ありがとうございました。よし、おーおー、よし、イエーイ、いいスマース、はい、よし、このホルダーはやったー、元気に帰った田中さんです。おます。今のはすごかったですね、うん、ありがとうございました、辻子さん。これあのマグナムシューターついに発売開始したってことなんで、ちょっと竿の感じとか教えていただくことって。あ、私オグちゃんじゃないんでそれほど詳しく説明できないんですけど、はい、まあ、一人の使ってる人として、まあ、キャストは本当オグペンがしやすいのとアクションもさせやすいんですけど、とにかく魚が出た時にもう大きい魚も狙ってるので、まあ、オグペンに大きいのしか来ないっていうのもあるのかな。もう勝手に乗っかる感じになるんですよね。で、あのもう重みが乗るので、そのまま少しこう巻きながら立ててもうファイトするんですけど、もうフッキングしてるっていうこの感じがもう分かれば、もうどんな方向に走られたり船の下潜られてももうギュンギュンに曲がってくれるんで、もう全然バレる。今のもここでもう一回魚が勢いよく完全に逆側いて背面ファイトみたいになってて、もうバレてなくて全然バレてないですねなるんですけど、どうなんでしょうかね、もしこれ他の竿だったら。いや、自分の硬い竿であの状況になったらグリンって針外れちゃいます。はいはい、あの結構こんな感じのことをよくやるんですけど絶対バレませんね。24トンカーボンに、うん、グラスもコンポジットして、とにかく曲がって、ね、粘ってあげてっていう。そうですね。まあ、スローテーパーまでではないんですけど、はい、まあ、大きいのを背負うので、でも、やっぱり、キャストするときも曲がって、反発で投げて、魚がかかっても持ち込まれて、で、まあ、暴れても、本当に追従して、曲がってくれるので、で曲がってる感じがやっぱり自分でも感じるので、どんな角度になっちゃってもなんか相当じゃないとこう自分の中で折れるとかっていう感じは全くないんですよね。なのでもうフッキングさえしちゃえばもう取れるなっていう安心感があります。もう売ってるんですもんね。持ってます。マグナムシ、はい、ぜひなんていうんですかね、今使ってるので、なんか気になるところがあったり、そのバレやすいとかもある方いらっしゃいましたら、ぜひお試しいただけたら嬉しいと思います。製品版のマグナムシューター借りてみましたよ。あ、ツーフック仕様なんだな。ごめんなさい。すごい。あ、ほんと軽い力でティップが仕事して飛ばしてくれて、あ、楽だな。はい、デジデジです。そう、ミユネーさんの見てるともうほとんど竿動いてなくて、デジ巻きであのバシャバシャっていう動きが出せてるからすげえなーと思って。船際のマジシャン仕様のはいはい、沖はまあちょっと竿でやって近く、うん、このデジ巻きのやりやすさって本当、これトップウォーターロッドって言ってますけど、多分ビッグベイターに本当いい竿だと思うんですよね。はい、あ、はい、あ、ビッグベイトのデジ巻きでこう首水中で振らせるのが、ああ、なるほど。それだけでかなり首ギュンギュン振りますよね。ああ、これこんなに動かさなくていいんだ。勝手になんか動くんですよね、ルアーが。あのね、半周ずつデジ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 です。そうするとちょうどいい、バシャバシャしてくれる半周ぐら
なるほど。追いました。シイラが今ね。これだ。え？じゃそういう撮影じゃないんでちょっと。え今そういう潮止まりってそういう時間でしょ？あのマグナムシューターのインプレッションお願いします。え？黙って買えでしょ。死ぬほど言ってないで。ああ釣れてんだから赤目が。赤目釣れてる竿そんなにねえよ。世の中、うん。今日別にそんなに誤爆もあるわけじゃないし、対してそんなにチャンスはないのに確実に全鈴木。9回かかって8匹釣ってる竿、世の中そんなないよ。マジで。だって赤目用って世の中で出てる竿で赤目かけてない竿いっぱいあると思うよ。マジで。だってそもそも釣れないんだもん。そもそも釣れないんだもん。まあもう某。違う、変なこと言わないでくださいね。撮ってる。あの、ディスリー禁止なんで。やめてください。俺それだけで呼ばれてると思ってる、ね。俺、変なこと言わないでください、ね。それで呼ばれ。山田くん、免許引っ掛けて終わりにしようって言われたことあるよ。ちょ、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 あ、いいっすかつって、上流の質問行って。船長結構軽くじゃん。この前も俺、ウェイキーブーの偽物でしょ、確認でしょ。いや、俺は、黙って買えでしょ。これ、釣れてんだから。それ以上ないんだよ。いやでもそれ本当真理ですよね。そうだよ。赤目釣れねえよ。赤目釣った人が作ったら大丈夫だって。大丈夫だよ。あれ運とかじゃないよ。マジで。おいよ、オグペンの群れだよ。オグペンの群れ。嬉しいね、4匹もオグペンが泳いで。ねえ、本当。この4匹オグペンがこれ泳いでるのをこう上から撮ったあの映像が入るといいね。ああ、なるほど。それでバカン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 ずれてたら最高だよね。最高だね。え、またーとか言って。おっしゃー、オグペン神神神神神神でかいでかいでかい。アミアミアミ。あ、え、じゃ大丈夫？あ、アミがかり。よいしょ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。でもバラしたくない。バラしたくない。おー、山田船長来た。いやー、このボラだまた。またこのボラだ。うわうわ、なんかなんかクラゲが入ってきた。なんでクラゲ？いやー、船長やりました。すごーい。オグペン全員安打達成です。ランカーも出てます。ランカーも出てます。お前なんでクラゲを一緒に作ったんだ。おまけですよ。何言ってんすか。おまけじゃないですか。あー、やりましたー、はい、船長。釣りました。やりました、船長も、このボラで、はい、うー、ロールしちゃダメな。そうロールしちゃダメな。一発で乗ったもんね、今、うん、すげー。誤爆は、濃感だから。濃感ですね、濃感。釣れてから言って、はい、まあ、すぐトゲのあること言うんだよ、俺。すげえなぁ。田中1万2000円で稼ごう。あ、はい。はい。あ、はい。1万3200円。Thank you.
当たった、よっしゃー、よっしゃ、待ったグリッチグリッチブバージカビこのタイミングでの一匹はブバージカビ、さすがだな、すげえ、まあまあ、すげえ、すげえいい曲がりしてる。これはでも、めっちゃ曲がるよね。すごい曲がっちゃうんだよ。まあまあサイズあるんじゃないですか。ありがとうございます。あ、すみません。俺がありがとうございます。よし、じゃあそのまま、じゃあそのままでいいよ。イエーイ。仕事中それ送られてきたら腹立つ。なんだってってなる。左。だから波動拳って言いながら昇竜拳出せばいい。昇竜拳当たった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 、クラゲかもしれないよ、クラゲかもしれない、ドラゴンボール、あーかーめーって言った時点で逃げてる、当たったおっしゃー、やっぱ当たったよね、ちょっと待って待って待って、やっぱ当たったやろ、あ、でっけえじゃん、またイエーイ、ははは、後ろで入ったのにバレないのがマジックシューター、すごい、バレないの、今超アクロバティックなのディスタンスシューター、ディスタンスシューター、ははは、マジックスパイラルガイドだ、ははははすげえ、思いっきりねじれてたよね。もう、あれだ。ファンサービスに負けないくらい。スパイラルなんとかね。スパイラルキャスト。いい曲がり。ママサイズ。やったー、夕方荒れちゃったのでグリッチビッグにしたら、出ましたー。わー、またでかい。綺麗な子出ました、でかー、もうね、水面勝負がちょっと厳しくなってるけど、もうグリッチビッグ絶対出した方がいいです、おすすめです、イエーイ、やりましたー、イエーイ、食べていただきます、聞こえてないでしょ、あ、そう、耳があるかどうかは分かんない、いや、耳ありますよ、これは耳あります、あ、あるか、呼んだら僕の、あの、なんでっけ、あんちゃんのあの、ロケット花火に反応してたから、うん、塚本あの、あんちゃんの、ああ、はい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 、でも、あの鳥が食ってるのは相当食ってますよね、一日ね、そうですね、あ、今この、わー、来ちゃったな、この城が見つかっちゃった、あ、この城を潜って取ってるんですか、一日4キロ食うってもらって、あー、1匹で一人が一日4キロ、で4キロ、その日のうちで動いてる、恐るべしだな、これもう潜ってバンバン食ってるんですか、食ってます、もうこれ結構終焉かもしれない、これやられたらきせーきせーうわーほらーほらーこのボラーわーこのボラーこのボラーって一人言った人がいたコラじゃなくて、コロボラって言ったよね、やっぱあれの後は釣れないですか、鈴木も、うわ、厳しいっすね、あれをやられちゃう、はい、もう一個釣れて黒鯛 TBS に来た時にこれがもう来てやめろーとかってずっとあれが来ると釣れないんだよ、なんでなのすげえ叫んでた。そしたら、あの、夏休みの宿題のやつ、すげえ黒い鳥がいっぱいある絵描いてる。おじちゃんと釣り行ったら、ウニ取り囲まれた。